こんちくわ。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ。今回の犯人は実に手強いです。お前はいきなり何を言ってるんだ？ふふん。この名台詞を聞いてもわからないなんて、魔理沙も青2歳、いや青3歳ね。ちょっと何言ってるかわからないな。まあ、あんまり答えたくないんだが、まさか古畑任三郎じゃないよな。なんだわかってるじゃない。やるわね今泉くん。誰が今泉くんだ？ああ、うん、西村雅彦さんだな。それにしても、霊夢のこんなクオリティの低いもの真似で、何かわかってしまう自分が悲しすぎるな。でもこの古畑任三郎って本当に名作よね。久しぶりに見返していたんだけど、一郎さんが犯人役で出演してる回もあるのよね。まあな、多彩なゲストが犯人役を演じるのは、古畑任三郎という作品の売りの一つだからな。中森明菜さんとか、女優も結構犯人として出演してて豪華だよな。うふふふふふふ。なんか古畑任三郎を見たせいで、私も事件を解決したくなってきたわ。私の超推理能力で、未解決事件をバシバシ解明しちゃうんだから。どこからそんな自信が湧いてくるんだよ。そもそも霊夢が刑事になんかなれるわけないだろ。古畑任三郎って刑事だったの？おいおい、作中でも警部補って言われていただろうが。そう言われてみればそうだったような気が。てっきりコナン君みたいに、推理が得意な人かと思っていたわ。なんだよその雑すぎる認識は。でも警察って聞いて、少しテンションが下がったわね。どうしてだ？だって警察って結構ポンコツじゃない。しかも頭が固くて冤罪事件もよく起こすし。それに未解決事件も結構あるんでしょ？ポンコツってひどすぎる言い方だな。確かに霊夢の言う通り、一部の警察では、自分の保身ばかりを考える人が存在しているだろう。だがそれは一般の会社だってある話だし、警察だけに限ったことじゃない。確かにね。政治家なんか何か不祥事があると、秘書側とか、幹部側とかがあがあが長みたいに言うし、記憶にございませぬとか、すぐに記憶喪失になるものね。そうだ。警察も一方で、事件解決のために血や走り回っている人たちが大勢いる。そしてその推察力は、時に未解決事件を解決することもあるんだぜ。何よそれ、めちゃくちゃ気になるんだけど。それじゃ今回は迷宮入りした犯罪を、見事解決へと導いた事件について紹介しよう。もしかして魔理沙、警察から何かもらった？裏金、ね、タイムリーに怖いこと言うな。広島県警とか北海道警じゃないんだから、そんなことはないぞ。具体的に出すところが怪しいわね。解説中に尻尾を掴んでやるわ。濡れ衣もいいとこだぞ。まずは古畑さんを下ろして。なあ。それはつまり、こういうことですねー。どんどんクオリティが下がるな。もういい。エセ古畑はほっといて解説していこう。みんなも、それではゆっくりしていってね。今回紹介する事件は、宇土市、院長夫人殺害事件だ。これは2004年3月13日に、熊本県宇土市で、女性の命が奪われた事件になる。事件名に院長夫人という言葉が入っているということは、病院内での事件か何かかしら？いや、被害に遭った女性は、宇土市で診療所を営む医者の妻で、事件があったのは、診療所に併設された一軒家の自宅だったんだ。ってことは、いわゆる町医者の奥さんだったのね。この事件は目撃情報の少なさなどから、一度迷宮入りした事件になるんだ。どんな事件なのか気になるわね。迷宮入りしたってことは、犯人はすぐにわからなかったってことよね？ああ。それでは最初に、事件の内容から見ていくことにしよう。前述の通り被害者の女性は、夫と共に宇都市内で診療所を経営していた。夫は院長として診察を行い、妻が経理などの仕事を担当していたんだ。二人で力を合わせて頑張っていたのね。そうだな。二人ともまさかこんな事件が起きるなんて、夢にも思わなかっただろうな。ってことは、全く前兆はなかったのね。ああ、事件当時の3月13日、夫は急患の対応などもあり、13時30分頃に業務を終えていた。そして二人は自宅で昼食をとり、14時過ぎに夫は、日課にしているゴルフの練習に出かけるんだ。ゴルフの練習が日課。羨ましい。そして1時間半後の15時30分頃、夫はゴルフの練習を終え、自宅へと戻ってきたんだ。いつも通り、自宅の扉を開けて中に入った夫。そこで目にしたのは、玄関戸まで倒れている妻の姿だった。この時医師の妻は仰向けの状態で倒れており、血まみれになっていた。その状況は玄関一面が真っ赤に染まるほどで、妻はすでに命を失っていたんだぜ。?1 時間半の間に何があったの？医師の夫はすぐに警察に通報、駆けつけた警察は状況からすぐに事件と断定し、捜査本部を設置して捜査に乗り出すんだ。
それにしても室内でそんな凶行が行われたなんて。しかも1時間半って結構短いわよね。強盗かしら？それも計画性のない。それで、犯人はすぐにわかったの？残念ながら、この事件はそんなに簡単にはいかなかった。警察はまず遺体の検視を行った。被害者の女性は大量出血しており、多数の切り傷が存在していた。そして現場には犯行に使われたと思われる包丁が落ちており、当初は刃物による犯行だと考えられていた。まあ大量出血と切り傷を考えたら、そうなるわよね。ところがこの包丁は被害者宅で普段から使われていたもので、切り傷に関しても、犯行後につけられたものだと判明する。どういうこと？さらに司法解剖の結果、命を奪われた医師の妻には、顔面に無数の殴打痕が存在していたことが判明する。それって、殴られてたってことよね？そうなんだ。特に後頭部には30箇所以上もスパナのような鈍器で殴られた跡があり、検視の結果、医師の妻はこの殴打による失血が原因で、命を失ったと判明したんだ。30箇所以上？しかも顔面や後頭部を殴られたということは、どう考えても怨恨による事件じゃないの？ああ。警察も同様に、怨恨による犯行だと考えていた。実際に被害者は、頭部より下の体には一切傷がついていなかったんだ。さらに医師の妻には、攻撃から身を守ろうとする防御創が存在しておらず、顔見知りの犯行だと考えられたんだ。そんな。ああ、これって一つ疑問なんだけど、どうして命を奪った後、包丁で切りつけたのかしら。そこに関してはよくわかっていない。おそらく捜査の撹乱を狙ったと思われる。また自宅には物色された形跡があり、黒いコートとベージュの革バッグが持ち去られていた。ただその一方で自宅にあった金庫などは、手がつけられていなかったんだ。状況的に、強盗の犯行に見せかけようとしたのかしら。でもどうしてコートとバッグは盗んでいったのかしら。あくまで推測になるが、コートは逃亡時に、帰り地で汚れた服を隠すために羽織ったと考えられた。またバッグに関しては一応中に現金が入っていたことから、同じく強盗犯の仕業に見せるために、持ち去った可能性が高いと考えられたんだ。執拗に殴ってるし、その後の状況も考えると、もうこれは完璧に顔見知りによる怨恨でしょ。警察もそう考えた。さらに夫の証言によると、妻は普段から防犯意識が高く、必ずインターホンのカメラを覗いてから来客者の対応をしていたらしい。きちんと防犯意識を持っていたのね。それじゃなおさら顔見知りって可能性が高いわね。この事件では犯行現場の状況から、間違いなく玄関の扉を開けた瞬間に襲われたと思われた。これらのことも、より一層顔見知りによる犯行だと考えられたんだ。顔見知りだと、犯人はかなり絞られるんじゃないの？顔見知りならな。ただ最終的にはこの判断は間違っていたんだ。顔見知りの犯行じゃなかったの？当初警察は怨恨の線で捜査を進めていたが、妻にはトラブルと思われるような事例が一切なかったんだ。そのため早々に怨恨による犯行ではないと、結論付けられることになったんだぜ。それじゃどうしてこんな凄惨な方法で命を奪われたのよ。ここまでするなんて、犯人はどんな鬼畜なの？正直警察も全く見当がつかなかった。このため犯人像や目的が全くわからないまま、捜査は続けられることになったんだ。なんか、迷宮入りの匂いがプンプンしてきたわね。犯人像が絞れないと。ただこの事件には大きな手がかりが存在していた。それが犯人が残した足跡だったんだ。足跡？玄関から台所に向かって、赤く血の染まった足跡が残っていたんだ。これって、もしかして包丁を取りに行った時についたやつ？そうだ。さらにこの足跡は、近くの調剤薬局まで続いていた。この調剤薬局には駐車場が存在しており、犯人はこの駐車場に車を止めていた可能性が出てきたんだ。おっと、これはなかなかの手がかりじゃない。しかも足跡から、犯人が履いていた靴とかがわかるんじゃないの？珍しく霊夢にしては的を得た推察じゃないか。まあ古畑任三郎を目指す私からすれば、これぐらいの推理はできて当然だけどね。本気で古畑任三郎を目指しているのかよ。あの喋り方、今後もされるとイラつくな。それで犯人が履いていた靴はわかったのかしら？ああ、足跡を照合した結果、ナイキのエアモックという靴だと判明したんだ。それじゃ、犯人の特定もできたんじゃないの？残念ながら履いていた靴がわかっただけでは、犯人の特定にまでには至らなかった。なぜならこのエアモックという商品は、宇都市内だけでも約1500足販売されている、人気商品だったからだ。そのため犯人の特定は愚か、年齢や性別など何も絞り込むことができなかったんだ。確かに1500足も売れている商品なら、個人を特定するのは難しいわね。でもこの事件って白昼に発生していたんでしょ？
しかも血のついた足跡まであるんだから、さすがに目撃情報とかはあると思うんだけど。警察も当初、犯人逮捕は時間の問題だと考えていた。しかし犯行現場となった診療所は、普段から人通りの少ない畑に囲まれた場所にあったんだ。そのため、期待していた以上に目撃証言が出てこなかったんだ。ちょっと、これはまずいんじゃない？警察としては犯人の足跡や犯行が行われた時間という、一見有力に思える証拠を掴んでいたものの、それ以上の捜査の進展は見られなくなってしまう。それでも警察は連日150人体制で捜査に当たり、半年間で1500人以上の事情聴取を行うなど、犯人の行方を追い続けた。しかしながら情報の少なさから捜査は難航し、犯人逮捕には至らず迷宮入りすることになる。本当に未解決事件になってしまったのね。こんなやり方をする凶悪犯が野放しなんて、恐ろしいわね。ただこの事件なんだが、あることをきっかけに犯人が逮捕されることになるんだ。どういうこと？では次に、犯人が逮捕された経緯について見ていくことにしよう。今回の事件から7年経過した2011年2月23日、ある別の事件が発生する。ということは、7年もの間、事件は進展しなかったのね。熊本県熊本市に住む会社役員宅に、ある一人の男が訪れるんだ。この男はインターホンを鳴らし、家の壁に車をぶつけてしまった。と伝えてきたんだぜ。なんか怪しすぎるんだけど、霊夢のその予感は当たることになる。この家には夫婦が住んでいたが当時夫は不在で、妻が対応するために玄関へと向かったんだ。そして扉を開けた瞬間、男は持っていたナイフで妻に襲いかかり、首や背中を刺して命を奪ってしまったんだぜ。はぁ？何よそれ。一体どういうことよ。家の壁に車をぶつけたと言ってきた男は、金銭目当ての強盗だったんだ。男は妻の命を奪った後部屋の物色を始め、現金10万円と商品券2万円を見つけ出す。そしてそのまま逃亡しようとした瞬間、外出していた夫と鉢合わせになってしまうんだぜ。うわぁ、これは最悪じゃない。男性は刃物を持っているんでしょ？やばいわよ。夫に気づいた男は持っていたナイフで胸や脇腹を切りつける。そしてそのまま家から逃亡してしまうんだ。これって夫も命を奪われたの？幸い夫の方は命に別状はなく、全治1ヶ月の重傷となった。それでも大怪我を負わされたのね。それに奥さんが、ひどい。この騒ぎを聞きつけた隣人はすぐに110番し、警察が駆けつけることになる。そして現場の状況から強盗事件と断定し、捜査を開始するんだ。あれ？なんかこの事件って、さっき話してた事件と似ていないかしら。そこに気づくとはさすが古畑任三郎を目指している、霊夢警部補様だな。いやぁ、それほどでも、ちょっとクレヨンしんちゃん味があるな。まあいい。当然警察も以前の事件との類似性に気づいており、すぐにこの男の捜査を本格化することになる。でも今回は前回と違い目撃者がいるのよね。これは逮捕できるんじゃないの？それどころか今回は、インターホンについていたカメラが、犯人の映像を撮影していたんだ。警察はこの映像をマスコミに放映させ、公開捜査を行うことにしたんだぜ。これは、かなり有力な証拠ね。犯人もこれ以上逃げることはできないと判断したんだろう。2月25日に家族に付き添われる形で、警察へ実施することになる。最後は自首だったのね。ただ警察の捜査はある意味ここからだった。7年前の事件と類似性があると判断していた警察は、この男を調べ上げることにしたんだ。その結果、この男が緑色の軽自動車を所有していることが判明する。緑色の軽自動車？ああ。実は7年前の事件の際、数少ない証言の中に、不審な緑色の軽自動車の目撃情報があったんだ。ということは？そうなんだ。警察が男にこの事実を突きつけ尋問を行った結果、ついに7年前の事件についても、この男は関与を認めることになったんだ。警察もやるときはやるじゃない。でもこれって2回目の犯行は金銭目的よね。それじゃいろいろと謎だった。1回目の犯行も金銭目的だったの？ああ。後に金銭目的であったことを自供している。ちなみにこの男は、2回目の犯行時には金融機関と親族に、合わせて500万円近い借金があったらしい。バリバリ借金付けだったのね。それにしても、あそこまで残虐な犯行を金のためにしてたなんてね。では最後にそのあたりも含め、犯人の動機と裁判の結果について見ていくことにしよう。逮捕された男は当時39歳。1回目の事件の際には、普通の会社で働いていたんだ。しかもその時の月収は40万円ほどあり、一般的に考えても、消費者金融に借金をするような稼ぎではなかった。もうこの時点で嫌な予感がするわよ。月40万円もの収入があって借金するなんて、絶対ギャンブルでしょ。あ、霊夢、大正解だな。
経験者は違うな。この男は俗に言う、パチンカスと呼ばれるような男だったんだ。それにしても霊夢、さすがこのあたり、同じパチンカス同士波長があったみたいだな。何失礼なことを言ってるの。私はパチンカスじゃないわよ。スロット派なんだから。真剣にどうでもいいんだが。実はこの男は収入のすべてを、パチンコと風俗に費やしていた。ギャンブルだけじゃなく風俗もって。一番ヤバいパターンね。私は風俗は関係ないから大丈夫ね。まあ稼いだ金の範疇内なら問題はないが。当然そんな生活をしていれば、月収40万円などすぐに吹き飛んでしまう。その結果消費者金融で借金をすることになり、その金額はあっという間に限度額に達してしまった。何やってんのよこいつ。バカじゃないの？借金してまでパチンコを打つなんて、パチンカスの風上にも置けないわね。結局パチンカスって認めるのかよ。ただこの消費者金融への借金が、この男を大きく狂わせることになる。当然借金を返済できない男のもとに、督促状が届き始めるんだ。その督促状が母親に見つかってしまい、男は厳しい叱責を受けることになるんだぜ。あれ？この男って母親と住んでいたの？ああそうだが。それじゃガチで。40万円の収入すべてを、パチンコと風俗に使っていたんじゃない。そういうことになるな。本気で超ダメ人間だわ。ただこの男のダメ人間っぷりは、このレベルじゃなかった。督促状の借金額は200万円ほどあったんだが、その全額を母親が肩代わりすることになるんだ。それってどうなの？あまり本人のためにならないような。霊夢の予想通り、この男は一旦母親が借金を肩代わりしてくれたにもかかわらず、また借金をしてしまう。当然その借金は再び返すことができなくなり、また母親が肩代わりすることになるんだ。もう完全にダメすぎるでしょ。母親も一体何を考えているのよ。まあ母親からすると、借りたお金を返すのは、当然のことだと思っていたんだろう。ただこの男にも少なからず良心があった。毎回母親が自分の借金を肩代わりすることに、心を痛めていたんだ。その結果、借金がバレるのは嫌だ。と思うようになり、他人からお金を奪って借金を返そうと思いつくんだぜ。バカなの？ねえ、こいつバカなの？普通に自分が借金をしなければいいだけじゃない。そうだな。この男、名前は田尻健一と言うんだが、この男には完全に倫理観が欠落していた。そしてついに、診療所を経営している家ならお金があると思い、最初の事件を起こすんだ。こんな人間が存在するなんて。田尻は、急に喘息になったと嘘をつき、家のインターホンを鳴らして犯行に及んだんだ。この嘘に引っかかって扉を開けたのね。そうだ。もしかすると医者の妻としての善意からか、思わず対応してしまったのかもな。これはひどすぎる話ね。でも金銭目的なのに、どうして金庫はそのままだったの？そのあたりは正直わかっていない。おそらく金庫は開けることができないと考えたのかもな。こいつ、やっぱりバカすぎるわね。もしかすると田尻は借金の返済というより、不安を払拭するために犯行を行っていた可能性もあったかもしれない。どちらにしても最低じゃない。さすがにこれは極刑でしょ。もちろん裁判で、検察は極刑を求刑することになる。ただここで争点になったのが、両方の事件ともに、自ら罪を認めたことだ。どういうこと？二人も命を奪って、極刑以外ないでしょ？気持ちはわかるがな。自首と自白による減刑が認められるべきだと、弁護側は主張したんだ。でも事件の動機や犯行内容を考えれば、減刑はおかしい気がするわね。この裁判は裁判員制度で行われた結果、2011年10月25日に、極刑判決が言い渡されることになった。裁判長は自白に関して、取り調べでごまかしきれないと感じていったもので、罪の意識からではないと断定。さらに自首に関しても、逃げられないと感じての行動であり、過大評価することはできないと断罪したんだぜ。これは裁判長の言う通りだわ。こんな残虐な犯行、絶対許しちゃダメよね。一応弁護側は、田尻の自首は事件解決に多大な貢献をしたと構想を行うが、ここでも短絡的で身勝手な犯行として、極刑が言い渡される。そして上告審が取り下げられたことにより、2012年9月10日に、極刑が確定することになった。こうして一度は未解決となったこの事件は、無事に解決することになったんだ。これはある意味当然の結果ね。この男の考え方は、改善されるような気がしないもの。でも今回の事件に関しては、翌別事件から犯人逮捕まで持っていったわね。警察といえば最近悪いイメージがついているが、日本の警察は基本的にとても優秀だからな。これは、ますます私も古畑任三郎を目指したくなったわ。なんで捜索上の人物が目標なんだよ。それに目指すも何も、まず警察に入らないといけないだろ。
そのあたりは大丈夫よ。何が大丈夫なんだ？今から危ないデカを見て勉強するから。まためちゃくちゃ古いドラマを出してきたな。歳がバレるぞ。そもそもドラマで一体何を勉強する気なんだよ。さあ気合を入れて全シリーズ制覇するわよ。行くぞマリサ。ポテチとコーラは十分か。なんかかっこよく言ってるが。そのセリフパクリだよな。いいものはすぐに使う。これが私のポリシーなの。もう付き合ってられんな。一人で見てくれよ。あ、そうそう、危ないデカ見るのにフールーに加入しといたから。マリサの払いでね。フェイトも見れるからいいでしょ。ほほう。みんなの隣にも、やっていいことと悪いことがわからない、どうしようもない奴がいるかもしれない。ちょっとマリサ。その持ってるものは何？それじゃあ霊夢、次回までのお別れだ。そうそう。また会う時まで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。近づかないでよマリサ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。じゃあ。